天界のハードライン。挨拶は済ませたか。お前たちを組ませる。タイソン・ラッチフォードは何者だ。高純度のコカインを扱ってる。最近抗争が激化したが、俺はまずい側についてたらしい。カイ、俺がついてる。手を挙げろ、早く。刑事、ご存知ですか。帳簿担当の男らしい。ああ、そうか。くそ、うん、ああ、分かった分かった。マナティーベイに二人上がっただと。そんなの V にでも使えよ。面倒さ、ちょっといいか、来い。おい、ほら行けよ、ボスがお呼びだぞ。カイ。ダオ刑事が職務に復帰した。医者は許可しなかったが、私が許可した。大丈夫か。完璧とは言わないけど大丈夫。ところで、君とストダードが見つけたコカインはコロンビアから直接運ばれたものだった。メキシコ経由がメインになり、しばらく途絶えていたルートだ。タイソン・ラッチフォードからは何か。ああ、ラッチフォードだが、彼にはとても役に立つバッグがついていた。見ろ、レオ・レイ、組織のブローカーだ。昨日のことだが、この男から電話があった。マイアミを騒がしている麻薬抗争に関する情報があると言ってな。レオを保護しなきゃね。それも秘密裏にな。他の者には話していない。署の中だろうと外と変わらないくらい危険だと思った方がいい。話は分かったな。いやさ、よし、頼んだぞ。どうぞ信じるのか、内通者が言うこと。とにかく注意しておくべきなのは確かに。おい、大丈夫か。ええ、大丈夫よ、一応。警官の汚職、理解できない。本気？勤務時間も長いし、安月給だな。そうね、それを除けば何も文句はない。あれが彼。 OK、 車に残って援護を。車にいて。お友達かしら。聞いてないけど。そいつは？動物園に行くところを拾ったの。ゴリラが見たいって言っていたから。これ信じられるかよ。ドーズに用があるんだ。ドーズに言われて来たの。後でドーズに電話をかけさせろ。いつどこで会って話すかを奴から直接聞きたい。おもちゃのバッジをつけた使いっ走りに用はない。奴も確約がいる。今日はおしまいだ。行くぞ。ならそれ置いてって。おい、やめておけ。おい、タイソン・ラッチフォードを捕まえたらしいな。付き合いもあったらしいが、血も涙もないじゃないか。これはドーズの判断よ。おい、レイ、どうする。上司のところに行ってお膳立てを台無しにしたのはそっちだと伝えろ。バッグを渡してレイ。ダもないとこいつを撃つわよ。レオ、おい、気をつけて。どきやがれ。カイ、一体あの連中は何だ。レオのタラコミが漏れたようね。こいつは任せる。てめえの立つもかろっレオ。腹立ってくれ。殺意取り込んだんだ。殺されて当然だろ。引かせてって。やつを中に入れるな。動かないで。おい、起きたら容疑者を出そう。放射する。上に向かった。
者から中心街での銃撃の報告あり。場所はエルモアホテル。車の後ろだ。いい加減に止まれ。ニック、その先にもっといる。ああ、こっちでも確認した。何か見えたか？
の割にすばしっこいな。私はホテルの警備室を探す。監視カメラでレオを見つけられるかも。了解、頼んだぞ。そこを閉じて身を低く。テルモホテルのお客様とスタッフに連絡いたします。現在事件が発生中です。お近くの部屋に隠れ、鍵をかけ窓に近づかないようにしてください。ご宿泊ありがとうございます。ニック、気をつけて、一般客が大勢いる。そいつは銃をぶっ放してる連中に言ってくれ。行った先にロビーよ。そこにレオがいる。分かった、すぐに向かう。見つけたわニック、ロビーの上、2階よ。動いてるか。事務室の机の下に隠れてる。まずいわ、連中の仲間がロビーに入ってくる。なんとか見つからないように上に上がってきて。ああ、努力してみる。拘束した。13号車、了解よ。
ガムで奴の引き方。カイ、カイ、カイ、どこにいる。今上に上がってその事務室に向かってる。初めてのタレコミにしてはずいぶんおしゃべりね。おい、カイ、私のこともカイ、ドーズのこともやめろ。ちょっと口にないこと分かった。おい、カイ、やめろ。銃を持った連中がまだいるんだぞ。いい加減にしろ。問題でもあるかしら。ホテルにはヤクの売人どもがまだうろついてるんだぞ。レオを守る必要がある。必要ないでしょ。奴は歩けそうにない。じゃああなたが手を貸せば。おい、痛めつけたのは君だろ。上オフィスを調べろ。さ、行くわよ。分かったよ、好きにしろ。こいつがドーズの言う保護か。何者だ。面倒さ、質問は後よ。行きましょう。おい、カイ、任せる。おい、そこは見てた。これから上に上がる。必ず行かせ。辺りを確認する。行くわよ。そこを調べろ。嘘だろ。しっかり探せ。ダンスの応援が来る。早くヤツを仕留めて逃げるぞ。誰かいないか確認するんだ。やっちゃ。そこを調べろ。こいつはめちゃくちゃだぞ。どうしてレオをまだ捕まえられてないの。ヒラに潰した。全部確認しろ。確認しろ。調べれ。誰かいないか確認しろ。目をしっかり上げろ。何かが…ここに…
車を出して、レオは乗せた、早く。俺のやり方が乱暴なんてよく言えたな。早く急いで、レオ確保。行き先は？いいえ、まだいます。横断道路から行きます。トラックです。わかるかと。お願いします。怒ってる。俺もだ。それでどこに行った？橋の向こうで合流することになったわ。分かったことがある。二人とも機転は利くが、裁きを起こさずにはいられないんだな。レオの居場所がバレてました。どうして彼は怪我をしてる？実はシートベルトを忘れたもので。なるほど、立たせろ。レオは警部と直接話をしたかったようです。彼には保護が必要なようだな。私もそう思います。教えてくれな、レオは本当に車の中で怪我したのか？もし聞かれたらそう答えられるか？はい、もちろん。よし、話ができる場所に行く。二人はもう行け。なあ、今のなんだ？口裏合わせよ。本当の仲間が確かめたの。何の仲間だ？今日邪魔した奴を追う仲間よ。